虫食う出てきた。あら、綺麗。おいしそうだね。どうも、シロルの皆さん、サースです。ということでですね、今回はですね、3本目なんですけども、まだ全然平気なんですけども、テンション上がっちゃって、料理に大切なのって皆さん何か分かりますか？テンションなんです。テンションがあれば何でもできるんです。さらにテンションを高めたいと思いまして、今回ですね、僕の大好きな料理です。トマトよだれ料理っていうんですよ。はい、これがね、電子レンジでできて、めちゃめちゃ簡単で、めちゃめちゃスイーティー、インフィニティです。無限ってことですね。インフィニティウォーです。ということで、今回ですね、よだれで皆さん、お醤油とかのソースで食べるっていう印象あると思うんですけども、これね、トマトで作るタレ、ものすごい合うんですよ。酸味のあるこのトマトを使って作るソースと一緒に、電子レンジにぶち込んで、すぐできる、トマトのタレをやってみたいと思います。リュウジのバズレシピ、紹介してみたいと思います。まずね、あの鶏のもも肉ですね。あ、違いましたね、これ胸肉ですね。胸肉です、はい、300g ぐらいですね。まあ 350g ぐらいでも全然いいんですけども、大きさによって電子レンジのワット数をちょっと変えてくださいね。今回 300g の鶏胸肉です。はい、トマトが1個です。はい、かわいいトマトですね。もう肌がツルツルで、はい、このトマトですね。1玉、150g ぐらいのもの1個ですけど、はい、彩りで小ネギ、あとはね、材料欄、材料欄じゃねえや、概要欄に材料欄が載ってますので、材料欄をゲットしてください。ということでですね、今回はこのトマトダルビ、すごく簡単な料理なんですけど、一人だけでね、このテンションを保つのはなかなか難しいなと思いますんで、今回はね、このテンションを保つためにテンションの神様を呼んでみたいと思います。じゃあテンションの神様お願いします。小雪さんを小雪さんって言って何ヘラヘラしてんだよ。何をヘラヘラと短い間でも禁酒してもいるもんだね。そうね、うん、もうそのフラストレーションの距離全部出てるんだよ。だって俺2杯も飲んでない。ナチュラルハイだ。ほぼ人ってお酒飲まないでこんなテンション上げられるんだね。ということで、何するんでしたっけ。小雪です。はい、あの僕のファミリーの小雪です。はい、はい、ということで、今日は簡単超速よだれ、はい、楽しいよね、うん、YouTube、 はい、乾杯。乾杯。9%じゃないですか、うん、9% ってあの 9% の確率で酔うってことなんで、あ、めちゃめちゃ低いじゃん。そうめちゃめちゃ低い。91%はセーフ。91%。あー、オッケー。ということで、やっていきます。危ないから、私がやります。はい、こうやって誰が言うとんねんしか出てこない、うん、こうやってね、こう小刻みに、ほー、うん、小刻みに動かしてこうやってやると、このね、あのヘタのところがね、丸まる。これは難しいね、うん、こんな感じ。ほい、はい、でここヘタ取るじゃないですか、うん、食べます。ざく切りしましょう。ざく切りです、うん、こんな感じでいいか。うん、もうなんかどうせなんかあのポロポロに崩れちゃう、うん、こんな感じで、うんうん、4等分して角切りみたいな感じでいいかな。合ってる合ってる。心のままに小さじ1みたいな感じ、うん、心のままに入れてください。1、2、3、それぐらいですね。はい、4振り。はい、4振り、はい、ソーミシャンタン小さじ1。そうそう、これね、あのトマトにソーミシャンタンが、はい、あの溶け込むことによって、うん、最高のタレになるんですよ。なるほど、うん、ごま油、ごま油、ごま油を大さじ1杯。そうです、はい、これね、トマトとごま油ってあんま合わせなくないですか。確かに合わせないですよね。そうだね。でもね、トマトとごま油ってめちゃめちゃ美味しいです。コツがありまして、はい、フォークで刺すことによって熱の通りが良くなりますんで、これをイエーってやってください。イエー、挨拶ぐらいちゃんとやれ。無理です、うん、日頃の行いをちょっと鬱憤をここで晴らしてください。ヒーラーのズッグンポ、うん、皮をね、こうやってちょっと戻すんですよ、うん、で、この皮ももうゾグザグに、うん、ゾグザグに。これ、指気をつけてください。日頃の鬱憤あるある、アプリゲームやってる時の罰が小さい。広告のやつ、あー、小さい、広告のやつ、あれ、それはわかる。うん、でっかく書け、刺しすぎましたね。あれ、もうこの塩コショウでいいっす、うん、軽くでいいよ、こんなもんかな、軽くで、はいはい、うん、そしたら、裏っ腹も
花も。あ、いいですね。はい。はい。まあ、下にやりましょうか。はい。はい。こう。試した。ここで7分。600ワット。で、あの鶏肉ちょっと言わせてたんですけど、うん、あの常温にしといた方がいいです。ああ、なるほど。室温に戻したら、あの室温で戻してない冷たい鶏だったら、うん、電子レンジで10秒ずつかけるのをあの3回ぐらいやると常温に戻る。それで、ピッ。じゃあ飲んでいきます。ということで、今ピッピー言いましたんで、はい、これから5分間開けずにね、寝かしておく。あ、レンジを開けずに。そうすると余熱で中までギューッと火が通る。なるほどね。で5分飲んでいきます。はい。あ、もうね。はい、ということでできました。はい、はい、じゃあできちゃっていいかな。もういい。あーらららら、らオープン。いいっす。ということでほぼできたんですけども、はい、ちょっと切っていいですか。はい、そうしましょう。はい、私が切りますか。切りましょうか。手でやったらね、熱いからね。もしあれだったらフォークとかでもいいかもね。こういう時はね、あの、うん、塊の方を押さえるんですね。こう、そう、塊の方を押さえてからこう。なるほどね。もう、うん、まあまあこんな感じですね。なるほどね。はいはい、こういう感じで。で、まあダイエットとかね気にしてる方は、うん、このあの皮取り除いていいんだけど、うん、結構食っちゃったな。うん、後のよだれだれが濃厚なんで、うんうん、胸肉とね非常に合う。胸肉と。うん。カキカキクシクシ。あんたらそんな。こんしくれてきた。全部かけちゃう？もうちょいかけよっか。あ、もう全部いっちゃっていいね。はい。お。そうだね、全部使えるね。もうここにもうパラパラと。あら、きれい。おいしそうだね。ちょっと黒胡椒ね、うん、さっきのはあの味塩胡椒の胡椒しかかかってないんで、はいはい、ちょっと胡椒、はい、ラー油。あー、はい、召喚しちゃいますか。ラー油召喚。あ、うん、赤に赤で、うん、ラーの緑心理を召喚です。ということでこれでトマトが完成です。完成です。はい、ということでできましたので乾杯していきたいと思います。はい、乾杯。乾杯。キューパーは5層6本に捨てらない。これだけでもだな。いただきますね。そう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 。なんだこれ。おいしい。おいしい。うまいね。うん、トマトに火が通りすぎてないから酸味がちゃんと残ってて、うん、ごま油とかと掛け合わさった結果、豆腐のサンラータンみたいな味になる。めちゃくちゃ美味しい。うまいね。思ったよりレモンサワーとかビールとかに合う感じだね。フォアジャオ。フォアジャオです。フォアジャオ好きだしな。いただきます。中華感がよります、うん、トマトとフォアジャオと合うもんな。次の撮影が大丈夫かなぐらいな感じですね。何本撮るんでしたっけ。あんちゃんの方で1本でしょ、うん、で私のが3本。うん、多分撮れないと思う。だって料理しなくていいもん。飲むだけ、うん、一番やべえ。ということで夏に最高な時。最高だね。ぜひやってみてください。ぜひやってみてください。山田さんもいただきます。なんかふわふわしてるな、うん、しっかりしなさいよ、うん、強ししっかりしなさい。しっかりしなさい。強ししっかりしなさい。見てた？じゃあ待って。他の話にしましょう。